ああ、寒いわ。めっちゃ寒い。はい、どうも。極寒の地、グリーンランドよりパテモス協会でございます。ありがとうございます。ああ、寒いな、それにしても。なんか関東の方とかもう雪積もってるみたいね。というわけで、本日は、シーフードパスタ。本日は2016年11月24日金曜日かなと、思います。ただいま、1時前12時45分でございます。パテモス協会でございます。本日は海鮮パスタでございます。シーフードパスタでございます。入ってるのはシーフードミックス水菜ぐらいです。味付けは塩コショウ、オリーブオイル、ニンニク、豚トリュフ塩をかけました。というわけで、いただきます。あしゃ。いや、寒いね、日々。鍋生活が予約機能でね、昨日の昼で終わってね、鍋生活というかね、鍋生活からの派生したやつが昨日で終わったんで、ちょっとね、鍋と関係ないものが食えるようになりましたんで、いただきたい。パスタを。うまい。うまいな、シーフード。はあ。何やろ、この塩っ気の感じがたまらんね。ニンニクとも合うし。いやー、最近ね、ゲーム。ソロモンの鍵ね、ようやくクリアして、今動画にしてるんですけど、完全クリアしてね。で、今、ヘビーレインっていうゲームを今、実況もしてまして。まあ、それが楽しくてね、飯動画のね、先週サボってたっていうね。まあ、俺のゲーム実況動画でね、誰も再生しないけど、ほとんどね。一部のマニアぐらいしかね、見ないよ。俺が楽しいから。やってますね。あとアニマルパテもそうもね、ちょっと今、何も起こらないから。新しい展開も起こらないから。ちょっとサボってんな。で、鍋動画もね、しつこくだらだらやってますけどね。まだもうちょっとだけ続きます。すいません。一週間以上やっちゃったんで、結局。鍋だけでは6日間ぐらいだけど、そっからまだね、何時間も続いちゃってるんで。まあ、言うてももう終わろうかな。鍋期間中はね、インフルエンザにもかかり、もうね、とりあえず飯食わないのでさ、飯食って。まだ残んね、やっぱり。こうやって咳とかさ、鼻水ぐらいはね。だから飯食わな。11月の終わりにも関東雪詰まっちゃってんもんね。早いよね。すごいな、だけどな。大雪かな、今年は。いや、でもうるさい。あとね、ピナコはね、最近ブコブコなってきたんで、ちょっともう、餌をね、調節しだします。もうガリガリやってますけど、ダメです。食べすぎ。サンボとね、一緒に餌やってるんですけど、サンボの方が食う速度が速いから、ピナコの部分も一緒に食べるんですよ。サンボ。だから結局ピナコは、自分が食べる量の半分ぐらいしか食われへんから、いつも昼飯の時に、ここで、プラス飯やってたんやけど、最近はちょっともう朝、別個にやってるんで、
サンボそこ、ピナコそこで、ぶっ閉じて、十分っていうか、ちゃんと適量はしてるから、もうちょっとね、こいつね、ダメ。窓からもらえるもんってさ、今まで食ってるより確実に食ってるからね。すごい餌やってても、ある程度食ったらもう、ごちそうさましてたくせに、今の完全に全部ペロって食っちゃってるから。うん。あいつはちょっと食事制限ですね、そろそろ。ある意味3倍太くなってきてるから。ですね、当番もしかしたらここでは、ピナコの映像を見ることはないかもしれない、3部同様ね。うん。朝飯やって晩飯ぐらいしかやらないからね。あ、パスタめ。てかもうなくなったわ。最近ね、量をね、見極められるようになったから、やりすぎたりしなくなってきた。うまっ。もうちょっと食べたかったな。いや、じゃあこれぐらいにしとかないとね。これもブクブク太っちゃうから。美味しい。うん。というわけで、本日2016年11月24日金曜日のパテモソ協会でございました。ごちそうさまでした。やっぱパスタうまいな。それからまたちょこちょこと、昼飯動画撮っては、あの、鍋動画とちょっと重複したいかな。うん。鍋動画もうちょっと続きます。すいません。うん。飽きてるやろ、正直。もう飽きてると思う。分かってんけど。うん。撮ってるから、うん。ちまちま上げていきます。ということで、ごちそうさまでした。